皆さんこんにちは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー元気に楽しく、そしてサメサメとやっていきましょう。あらゆる場所を駆け回る爽快80秒スピードラン、縦横無尽。最近の私のお気に入り、セイガンさんのスピードランのコースです。ございます。ベストタイム1分17秒、クリア率 4% なので、なかなか難易度は高いんですけれど、決して不可能っていうほどではない気がします。あらゆるところを駆け巡るでしたっけ？もう忘れちゃった。このセイガンさんのコースって砲弾を使っていくのが気持ちいいですよね。赤コインと P スイッチを使って、また砲弾を乗り継いで、どんどん進んでいくる。ここは素直に弾かれていっていいのかな。右だと信じる。右だった。スピンジャンプ。で、パックンが落ちてきた。また連続スピンジャンプ。お、P スイッチ。あーお、ちょっとミスっちゃった。結構ここでぶつかってる人いますね。タイミング意外と難しいですよ。パウを投げてからの、1、2の3ガリア。4% ということは、まあ5回以内ぐらいでクリアしたいなと思ったけど、なんでこんなところでミスっちゃうかな。踏切位置間違えたかな。3段ジャンプの位置がやっぱり最初間違ってんのかな。もうちょっとギリギリで飛んでみるか。この辺どうだ。ほーい、あ、届いた届いた、よかった。結構ギリギリ目でジャンプをするようにした方がいいのかな。あぶねー、ブラックパックにまた押し損ねるところだった。危なかった。でもまあ結果オーライ。どんどん進んでいくる、進んでいくる。なんかパックンさんが何匹かだけ遅れて落ちてくるんだね。おお、面白い、気持ちいい、爽快だ。クリボーを倒して、トゲゾーを倒して、パウを倒して、パウを、ん、あ、ここで投げるのか。それは分からなかった。そこ集中していかないとまたさっきみたいにミスしてしまうので、この2つ目か。オッケー、このまま投げてからのコーラをスピン、スピン、スピン、気持ちいい。おお、スピンしちゃったよ。スピンしちゃった。気持ちいい。でも気持ちいい。いいね、楽しいよ、やってて。さすがセイガンさんのコースですね。もう私のお気に入り職人さんの一人になりました。今度お願いして、クール専用スピードランとか作ってもらえないかな。もうそのぐらいね、面白いコースでございます。頼んでみよう、頼んでみよう。セイガンさん、クール専用スピードランコース作ってください、お願いします。優しさあふれるコースでお願いします。ここの落ちるのも面白いですよね。ある程度広めにスペースを取ってあるから、なんだ、多少 P スイッチのタイミングが変わっちゃってもなんとかなる。ここはこっちか。お、すごい。右に行って 1,2 の3段ジャンプでまた砲弾。踏切位置大丈夫かな。ヒップドロップしてのバニーに弾かれて、ここは追っかける。あー、ちょっとビビりすぎた。皆さんはどんなスピードランが好きですかね。僕こういうスピードラン本当に大好きです。あとトラウマ界のメンバーで言ったら、タックマンさんのスピードランも好きですね。特に助けの技を使ってないバージョンのタックマンさんのコースとか大好物なんですけど、ここでスピンジャンプをして、私あんまり上手くないんでね、助けの技を対応してるコースだとクリアできないんですよね。 1,2 のサンガリア。 OK OK。 ヒップドロップがなぜ出ない、なぜ出ない、変なところでしちゃうし、よし、いいかな。ただあれ、あれ、今なんでこうなった。コースはスピンジャンプするべきところはちゃんと表示しておいてくれてるんで、難しいことは難しいけど、やっぱりそこら辺優しいですよね。1,2,3サンガリア。今度こそヒップ、
なんでヒップドロップ出ないの？ちくしょう。今度は普通のジャンプ決めて、バネだよ、バネ。押し覚えてた。ギリギリ。で、なんだっけ？あ、そうだそうだ。1、2、3。こうだ。よーし、間に合った。残り16秒からの、スピン、スピン、スピン。ここは？このままスピンでいいのかな？逆いって、1。あ、今度は1、2のサンガリア。黒にしてトゲに入って、トゲに入ってってなんだ、扉に入ったら、こう？普通のジャンプしてるよ。おー、どうなった今。どうなったのかわからなかったけど、最後は無事ゴール。素晴らしいね。私も砲弾を使った、さっきも言いましたけど、無双バナっていうスピランコース作ってるんですけど、セイガンさんの方が3枚4枚ぐらい上手ですね。勉強させていただきます。あらゆる場所を駆け回る爽快80秒スピードラン、縦横無尽、ありがとうございました。はい、お待たせいたしました。次はスライユーさんのコース、マリオはいつもこの道を通るみたいです。こちら遊んでいきたいと思います。クリア率は約 9%。 マリオの通勤路ですかね。なるほど。わーお、難しくない？これ難しくない？なんであんなにクリア率高いの？いや、難しい難しい。クリア率 9% って私ついさっき言いましたっけ？これ 1% 切ってたっておかしくないんじゃないですかね。あー、でもタイミング系なのか。こうやってちょっとずつ進んでいけば意外といける。一番上のブラックパックいなければ簡単なんだけれども、もうちょっと、あ、まだ続く、まだ続く、もうそろそろ終わりでいいんじゃないの。よいしょ。これ結構やり直すのも大変だよ。これで決めよう。お願いします。よいしょ。カカシモンの力をオラに貸してくれ。ゴール。マリオさん、遅刻せず無事に出勤できましたかね、クッパ城まで。マリオはいつもこの道を通るみたいです。スライユーさんのコースクリアしました。ありがとうございました。はい、お待たせしました。次は初代マリオ、初代スキンのマリオ、全自動オートマティック。まあ、当然クリア率は 100% でございます。こちらのコース、ちょっと息抜きにやらせていただきましょう。見た感じはバブルとかトゲコンボとかで、バブルが多めの全自動コースになっているんでしょうかね。靴を履いているんで、ガリガリをうまく使っていくコースになっているんだと思いますが、このバブルに当たらないように配置していくのってすごい難しそうですよね。トラウマ界だとタックマーさんとかこういうバブルを使った全自動系のコース作ることが多いんですけど、どうやって本当に計算してるんでしょう。計算の仕方がわからない。あー、無事ゴール。どんどんパフー。いやー、私には全自動は作れない。初代マリオの全自動オートマティック、モティさんのコースでした。ありがとうございました。次のコース遊んでいくで。はい、お待たせいたしました。次はこちらのコース、真っ白な世界、ザ・ピュア・ホワイト・ワールド。いいですね、ピュア・ホワイト、真っ白な世界。ただチョコレートさんの顔はチョコレート色になってますが、そこだけ茶色い。なるほどね。背景を真っ白なブロックを使って、あと音符ブロック、敵もカロン。いいですね。マリオが白くなるアミーボはないか。お、あそこ1アップあったんだ。ほいほい。チョコレートさんってね、ものすごくプレイスキルがうまいんですよ。その割に作るコースはこういう優しいコースを作るんですよね。そのギャップに燃えますね。敵はカロンだけど、ところどころにお化けさんも混ざっていて、なるほど、カロンを踏んで進んでいくるよ。上を越えて、ここは早めに行った方がいい。ほい、あ、こっちもか。で、ここで、ゲストを、危ない、チャップが飛んでたけど、そんなの取れないよ。あ、来た、
これゴール行き過ぎた、危ない、ゴール。やっぱりモティさん、チョコレートさん、この辺りの方のコースはベーシック系のコースなんですけれどね、遊んでいて優しい気持ちになれるいいコースだと思います。さて、それでは今日の最後のコース、こちら遊んでいきましょう。いいねランキング国内難しい1位のコース、期間限定リミテッドタイム〇〇チャレンジ、コーヒーさん。字は違うけどコーヒーさんでいいのかな、お名前の読み方。コーヒーさん、まあ名前の読み方はわからない。なるほどね、まあ大丈夫でしょう。どっかの誰かさんの〇〇コースもクリアしてますし、あ、行っちゃった。あ、でもちゃんと戻ってくる、よかった。あ、でもどっかの誰かさんの〇〇コースも戻ってきてましたっけ、確か。あー、意外と難しいかもしれない。なるほどですね。このキノコをいかに維持していくかが難易度の分かれ目かな。また同じところで食らっちゃった、あぶねー。これは上に行くのか、それとも下でいいのか。もうちょっと奥まで浮き輪が行ってから行こうかな。いやらしいところに来るぞ。これは一旦戻った方が良かったか。ただな、毎回同じとは限らないんだよな。なるほどね、この土管は土管に入ってこの先のちくわを2つ揃えてちゃんと出せよって、そういうことだったのか。 OK、 わかりました。確かにこうやんないとずれちゃうもんね。でも中間の方がいいんじゃないの。ここはどうしたっけ、さっきしばらくはこれでよかったんだっけ。ただな、低いのと高いのが両方来るんで、うまく避けていかないといけないんだけども、危ねえ。これ、戻ってくるよね、あの右側の浮き輪。頼むよ。来なかったら泣いちゃうよ。来た、これ。イエーイ。浮き輪無賃乗車、無事にクリアすることができました。期間限定、リミテッドタイム〇〇チャレンジ。コーヒーさんのコースでございました。さて、それでは今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。明日はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。